こんにちは。私の名前はレナです。これから Achinox CNAP ク,クラウドネイティブアプリケーションプロダクションプラットフォームについて詳しくお話ししたいと思います。2011年のマーク・アンドリーセンのこの言葉は、今世紀で最も予言的な言葉の一つです。しかし皆さん、ここで問題があります。これらは2022年のクラウド攻撃の一例です。 これらはシグネチャーベースのソリューションを使用して防止できるような些細なスクリプトキティや素人による攻撃ではありません。これらには東西問題、ラテラルムーブメント、視覚情報の盗難、権限昇格、サービスアカウント、トークンの盗難といった高度な攻撃が含まれます。ログ 4j やソーラーウィンドが検出されなかったのには理由があります。高度な攻撃には高度なセキュリティソリューションが必要です。 ここでゼロトラストセキュリティの出番です。米国政府やほとんどの組織がこのゼロトラストセキュリティを推奨しています。ゼロトラストセキュリティは口で言うことは簡単ですが、大規模に実装するためには困難が生じます。パブリッククラウド、マルチクラウド、プライベートクラウド全体をクラウド規模で保護するのはより困難であると言われていますが、アキノックスはクバネリスなどの最新のワークロードと仮想マシーンなどのレガシーワークロードを保護することに成功しました。 まずは、ゼロトラストセキュリティの内容を説明いたします。ゼロトラストとは、何も信頼しないを前提に対策を講じるセキュリティの考え方のことで、データやシステムが攻撃されるのは時間の問題であり、すべての通信を信頼しないことを前提に様々なセキュリティ対策を講じていきます。例えば、承認、認証、および検証されたトラフィックのみを許可する必要があります。基本的にゼロトラストに到達するのは難しいと言われていますが、 ゼロトラストを維持するのはさらに難しいことです。しかし、Akinox は、クラウドスケールでゼロトラストを実現するための完全なフレームワークを提供します。Akinox は3つの簡単なステップでゼロトラストを実現するお手伝いをします。1つ目のステップは、基地の脆弱性から守ることです。これは、CSPM、クラウドセキュリティ体制管理、または KS、KSPM、クバネティスセキュリティ体制の管理が使われます。 次に、ゼロデー攻撃への対応ですが、これには、カーネルハードニング、アプリケーションファイアウォール、マイクロセグメンテーションなどの高度な防御が必要です。これが私たちの CWPP が提供するものです。この1と2のステップにより、ゼロトラストに到達できます。しかし、ゼロトラストを実現するには、継続的な法令遵守が必要です。私たちは、スタンフォード研究所と共同で開発した、非常に革新的な教師なし学習、 機械学習ベースのアルゴリズムで異常検知を行い、未知の攻撃に対するプロアクティブな視点を提供しています。高度な攻撃への対処には、膨大な知的能力が必要です。そのために、私たちは SRI、スタンフォード研究所と提携しています。SRI はアキノックスの投資家であり、私たちの長期的な研究開発パートナーです。 私たちは最も先進的で最新のクラウドネイティブゼロトラストシーナップソリューションの一つです。AWS、Azure、GCP、Oracle などのパブリッククラウド、そして OpenShift、VMware、Tanz といったプライベートクラウドをサポートしています。最新のワークロード Kubernetes とレガシーワークロード仮想マシン、ベアメタルを保護しています。私たちはオープンソース主導であり、DepsecOps、 シフトレフトトレセキュリティ戦略を取っています私たちは世界で最も要求の厳しい組織であるゼロトラストセキュリティ基準に準拠しています。NSA ・アメリカ国家安全保障局 CNCF、クラウドネイティブ・コンピューティング・ファウンデーション。実際にこの NSA の文書は1年前に公開されたものでアキノックスの 基本原則である Kubernetes のセキュリティコントロールとハーネスを反映しています。簡単なツアーを見てみましょう。見えないものを守ることはできません。私たちが最初に行うことは、お客様の所有する資産の完全なトポロジー、関連する脆弱性、及び修正、または対策を提供することです。複数のクラウド、複数のアセットカテゴリーにわたってそれを行います。 私たちは性的セキュリティも提供します。さらに私たちはランタイムセキュリティも提供します。アプリケーション、ファイアウォール、またはネットワークファイアウォールも提供します。ご存知のようにゼロトラストは従来のセキュリティとは大きく異なります。従来のセキュリティは疑わしいトラフィックをブラックリストに登録することに基づいています。これとは全く対照的に ゼロトラストとは全てを拒否することです。全てをブラックリストに載せます。そして正当であると判断したもののみをホワイトリストに登録します。これを言うのは簡単ですが、運用するのは難しいです。私たちはゼロトラストポリシーを自動的に生成します。観察モードまたは監査モードにすることができ、完全に快適になったら強制モードにすることができます。 私たちは豊富なダッシュボードと分析も提供します。Elastic、Graphana、Splunk、クラダーラ a d a r a などが例として挙げられます。ここでは Splunk ネイティブクライアントの例を紹介します。従来な、柔軟なアーキテクチャにより、他の CEM や SOA の統合をサポートすることができます。JIRA、ServiceNow、Slack などのチケット管理システムもサポートしています。 ゼロトラストに到達するのは難しいですが、ゼロトラストを維持するのはさらに難しいと言われています。ここで私たちはスタンフォードと共同開発した教師なし AI、ML ベースの異常検出アルゴリズムを提供しています。ゼロトラストのあらゆる側面に関する特許を私たちは取得しています。例としては、すべてのアセットとネットワークフローの包括的な検出、脆弱性シナリオの把握、 脆弱性の優先順位付け、対策とゼロトラスト、セキュリティポリシーの策定、それらを監視モードや監査モードで展開、または強制モードで展開、継続的な法令遵守の特許などが挙げられます。私たちはオープンソースの力と高度,の高度な攻撃者に対抗するためにコミュニティ全体が必要であることを強く意識しています。私たちは Kubernetes、 ランタイムセキュリティプラットフォームである CubeArmor の主要な貢献者です。これは Linux ファ n ンデーションの一部である最も名声のあるオープンソースコミュニティ CNCF にも採用されています。CubeArmor は50万以上のダウンロードを達成し、急速な成長を遂げています。グローバル一線企業やクラウドネイティブのユニコーン企業が CubeArmor を使用し貢献しています。 私たちのエンタープライズプラットフォームは、両方の長所を提供しています。協力で人気のオープンソース基盤、GTOP 統合、CEM よびソ、SO、ア統合、自動化されたゼロトラストポリシー生成、SAAS サポート、AI ML ベース異常検知などが挙げられます。Log4j ソーラー r w ンド d ファイルレスランサムウェアなどの代表的な攻撃に対して、a k u i n o x CNAP、プラットフォームをテストした結果、すべての高度な攻撃を防ぐことができました。これらはゼロトラストのユースケースの一部です。繰り返しになりますが、私たちはそれらのすべてに対応することができました。これらは a k u i n o x CNAP を保証できる一流のクラウドセキュリティ専門家による賞賛のコメントです。 ここでいくつかのポイントをまとめます。私たちは最も包括的で最新のクラウドネイティブ CNAP を提供しています。基本的なセキュリティ、CSPM または KSPM を提供しています。高度なランサムセキュリティ、CWPP を提供します。最も人気のオープンソースプロジェクトであるキューブアーマーの力を利用することができます。私たちは主要な後継者であり、多数の大手企業が貢献しています。パブリック、プライベート、 マルチクラウド環境をサポートします。最新のワークロード、Kubernetes と従来のワークロード、仮想マシンを保護します。最新のコンピューティングパラダイムに沿って、デベロップファーストでは全ての機能を d e v s o c o p s モデルで提供します。スタンフォード研究所との継続的なパートナーシップにより、豊富な特許ポートフォリオがあるため、IoT、Edge と 5G セキュリティを をサポートするという将来性のある製品もロードマップもあります私たちによっ,とって最も重要なことはお客様の満足でありそのために全力を捧げています素晴らしいパートナーシップを楽しみにしていますご連絡をお待ちしております皆様素敵な一日をお過ごしください